国と県が補強工事を進めている30防護とは、浦戸湾の沿岸に配置する防波堤、湾の入り口の堤防、湾の内側の堤防の3つで、南海地震による津波の被害を最小限に防ぐ仕組みです。事業について知ってもらおうと、高知堤の会が企画した昨日の見学会には、高知市内から13人が参加しました。業務堤土佐風に乗り、補強工事が進められている防波堤や、かさ上げが行われている堤防を1時間にわたって見学。参加者は津波から町を守る沿岸整備の重要性を改めて感じていました。